チンチラは身体能力がすごく高いんですね。プーちゃんももちろん例外ではなくて身体能力が高いんですよ。壁を三角飛びしたりとか、あと高いところからピョーンって飛んできたりとかするんですけど、実はそれ以外にバランス感覚もすごいんですよ。こんな感じかな。おっとない。こんな感じで尻尾で結構バランスをとってるんですね。でプーちゃんのバランス感覚がどれだけあるのか皆さんにも見ていただきたくて、今回こんな商品を買ってきました。 T 型ローパーチ。はい、こちらもう見たまんまなんですけれども、小鳥用木製スタンドですね。この上にこの T 型のこの木の部分に小鳥が止まるんですけど、今回はプーちゃんにこの止まり木の上に乗ってもらって、どれだけのバランス感覚があるのか見てみたいと思います。気になる？気になるね、プーちゃん気になるね。さあ、じゃあプーちゃんにこちら乗ってもらおうと思います。おいで、こっちおいで。はい、おいで。お、気になる？止まり木がプー、この上乗れる？この上乗れる？かじるね、かじるね、プーちゃん、まあ、かじっても大丈夫だけどこっちこっちこっち、いける？どう？気にはなる、気にはなる。でも登らない登らない。最高。はい、こっちへ。はい、想像以上に難しいですね想像以上に難しいですね。さあ、さあどう？乗るんだ難しいね、これね。これ必殺技ですね。最近は全然上げてなかったですけど、いくかな。え、おお、おおこっちこっちこっち。はい、こいで。よしよし、もちもちもち。片足お、いったあ、あげるあげる、ごめんね。はい、すごいね、プー。やっぱり君のバランス感覚はすごいね。全然余裕で登れてるね。ちなみにこれラクトバイト全然出てないですね全然ラクトバイト出てない。おお、はい、あ、ちょっと勢いが良すぎたか。プーちゃんどうぞ。危ない危ない危ない。こっちへで。はい、こっちへで。よし、はい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  すごいね。この上に乗れちゃえば全然問題ないですね。